さあ、本日もまりましょう。ミスター・ブシトの戦国バーシー皆さん、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いするでござる。さあ、本日は、麒麟が来る登場人物解説柴田勝家鬼柴田鬼柴田あの、なんでもないです。新しいキャストが発表されましてね、麒麟が来るのね。えー、柴田勝家役が、なんとあの、安藤正信さんということで、ちょっと結構ね、 ツイッターとかで話題になってて、トレンドに入ってましたね。まさか、柴田勝家がね、トレンドに入る日が来るとはっていう感じなんですけども、えー、トレンドに入ってました。ね、安藤正信さんといえばね、えー、キッズリダンですよ。ね、キッズリダンの新時、えー。ね、俺たちもう終わっちゃったのかなつって。バカ野まだ始まってもいねえよ始まってもいないんですよ、ね、え別にキッズリダンの話はいいんですけど、ねえ、もうその安藤正信さんが演じるっていうことでね、結構やっぱ反響ありましたよね。なんか安藤正信さん、シュッとしてて。 ね、かっこいいじゃないですかイケメンじゃないですか柴田勝家って言うとねなんかもうやっぱ鬼柴田ですからゴリゴリのもうガチムチャいみたいなねイメージだと思うんですけどそれがね安藤正信さんがいるってことでちょっとまた新しいね柴田勝家が見れるのかなというふうに思うんですけどもまあまた余談になっちゃうんだけど安藤正信さんといえばね最近「あの手製物の船っていう。 tbs の、ね、ドラマでも出てて、で、そのテセウスの船めっちゃ人気なんだよね、今ね。まあ、僕はあんま見てないんですけど、竹内涼真さんとかね、出てたりとかして。で、ユウスケサンタマリアさんもテセウスの船出てて、で、その、リンが来るにも出てくるんじゃん。で、放送するのも日曜日のキリンが来るが終わった後なんだよね、チャンネルは違うけど。うん、何それめちゃめちゃな、何寄せてるなんか、つながりあんのかっていうね、感じぐらいしますけどね。その話はまあ、いいわ。<laughs> キリンが来るの話を。さあ、柴田勝家ね。 え、どんな武将だったのかお話します。まずですね、え、織田信秀、ね、信長のお父さんの配下ですね。まだね、柴田勝の出演は出演はないんですけど。この信秀の、時代から、え、織田家に使えている武将です。はい。ただですね、ちょっと出自がね、いまいち不明で、ね、この。 あの、小田家の、まあ、筆頭家老です一番ね、偉いっていうようなぐらいの人になった人物なんだけど、意外とね、資料がなんかね、曖昧らしくて、若い頃の資料はなくて、親とかもね、父親も誰かもわかんないぐらい。ら年齢もいまいちわかんないんですよい何。何年生まれなのかっていうのも定かではないっていうね。結構ミステリアスな人物なんですね、実は。ね、えー、出自は不明。でも、若くして、おそらくだけど若くして、このもうね、小田信秀の小田家老職についてると、ね。かなり上の地位にいるから、 まあもしかしたらお父さんも結構それなりのいい地位のあった人物だったのかもしれないしまあもしくは柴田勝英がもう本当に戦う戦がね強かったからそれでガンガン出世してって、ね、この過労職っていう職に就いたのかもしれないしねちょっと若い時のことはねちょっとよく分かってないんですけどもまあそういう人物ですまあとにかく有能であることには変わりないですね能力が高いですはいそしてこのね織田信秀が 死んででしまった後ですね、まあ、すぐ信長の配下になったかっていうとそうじゃなくてですね信長の弟である、えー、信雄の配下になっちゃってるんですね最初はね、うん、まあもともとこのお父さん信秀が生きてた時代から、えー、信雄側にね、えー、ついてたんですね勝家はまあなんか名前もねこう勝の字もねこれもしかしたらの勝家からもらった勝かもしれないですね信雄の勝って結構あの関係はね弟の方とが深かったんですね信長よりもね、うん、で、えー、信雄の配下です配下になってました でその時に、ね、信長は若い時に、ね「うつけだなんだ」って言われてね信用ならんこの先大丈夫かみたいな話になってましたので、ね、しかも信長はね全部自分でこう。 何でもかんでもガンガン決めてって、新しいことガンガンやっていくようなタイプの人だったから、あのー、もうちょっと大丈夫かなみたいなね。結構この、お父さん時代から突き下がってる家臣たちは、あいつ大丈夫かみたいななってるんですよね。うん。しかも信長は結構若いね、えー、その自分のね、仲間みたいなやつらと、連れと一緒に結構いろんなことやってたから、若いね、仲間いっぱいいたんだけど、昔からやっぱね、こう、織田家に仕えてる人からしたら、ちょっとやっぱ信長に不信感があるってことで、いや、信勝のね、弟信勝さんの方がね、 いろいろ礼儀正しいし、性格もピシッとしてるから、こっちの方がいいんじゃないかってことで、えー、こっちについてる人がいっぱいいてですね。で、ある日ですね、この林秀貞っていうね、この人も、えー、織田家のすごい偉い人ですね、上の方の家老なんですけども、林秀貞と、えー、結託してね、よし、信勝さんを当主にしようと、信長やっつけようっつって、最初は信長に敵対してたんですね。信長倒せみたいな感じの、えー、反信長のね、勢力だったんですね。もう最初はですね。はい。で、伊能合戦っていうのがね、あるんですよ。 伊能河川っていうのがあってここで信長 VS 信勝ね、ね兄と弟の兄,弟の兄弟の戦いが始まっちゃうわけですで弟の信勝側で柴田勝家ね実際先陣を切ってぶわー言ってでガン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 信長のね家来たちと倒してったんですけどもまあ信長のねカリスマですねもう簡単に一言言って言ったらもうカリスマですカリスマでわーってね一気にその信勝側の方がね兵力は多かったんだけどもう信長の一声でもうみんなビビっちゃってわーっつってねまあこの話は他の動画でも結構してるんでね いろいろ、もっと詳しく知りたいっていう人はね、えー、ちょっとリンク出しておきますねその動画見てもらったらいいと思うんですけど、負けてしまって、そして、勝家はね、あんなうつけでね、どうしようもないと思ってた信長だけど、もしかしたら結構、すげえ奴なのかもしれないってね、信長のことを認めるわけですね。で、信長を許すしね、この信勝も、えー、勝家もね、お前らね、反乱、反抗してきたけど、今回のことは許すと。で、その代わり、まあ、俺のために頑張って働いてくれって言って許してもらってね。で、うわ、器でけえなと。で、信長にね、多分浸水したんでしょうね、この時に。で、そして、最終的には信長側に、 えー、移ります、まあその時にねこのの信勝の配下にですね鈴、まあ、木クランドっていう人がいて、まあ、この人もあんまり資料がないんですけども、うん、このね鈴木クランドと、えー、柴田勝栄はねツートップみたいな感じだったんですよねこの信勝の下でツートップみたいな感じだったんだけど、まあ、この信勝と,ちょっと、ね、このクランドが実は結構ラブラブだったんですよね。ラブラブブだっったからちょっと、ね、信勝は 勝家よりもクランドの方をちょっと優先してもう可愛がっちゃったりはしてたから勝家もああんかもう信勝さん俺よりもねクランドばっか大事にするししかもなんかまたね信長様にね裏切り働こうとしてるっぽいしもういいかっつって見限ってで信長に密告してねまた裏切ろうとしますよっつってで信勝は信長に排除されてしまうということがあるんですねそしてその後完全にもう信長側について信長の天下同時事業を支えていくということになるわけですはいまあ序盤はそんな感じですね最初はね はい、そしてですね、信長こう天下不武だっつって、どん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 こう、ね、領地を広げていった後、えー、柴田勝家はですね、織田軍の総司令官と呼ばれるようなね、えー、ポジションに就くことになります。まあまりにも、やっぱ戦が強いか,かったのかなうん、もう戦が強いからだと思うんですけど、織、ね、田軍の総司令官だって言われるような立場になります。まあ、これは実際の ね、日本にその、えー、いろいろキリスト教とか広めに来た宣教師とかが書いた、ね、書物に書かれてるんだけど柴田勝家っていう人物は織田軍の総司令官だったよそして織田家の中でも,もう最良のやり手だったとねあの一番やりの使い手だったとね一番強かったとそういうことも書かれてるんで、まあ、相当ね戦は強かったんでしょうねはい、まあ、そんな中で織田信長の信長軍団の総司令官になりさらにこう信長との、ね、関係もねより深くなってきます 自分の嫡男、長男を、信長の娘と結婚させるっていうことをして、もう信長の、まあ、親戚になっちゃうわけですね。だからよりこう、強い絆が生まれると。ね実際あの、信長のこの軍の中で結構上の方にいた人でもね、こう、リストラされた人がいるんですよ。やっぱでもそういう人とかっていうのは、あんまりこうね、信長との婚姻関係とガッチり結んでなかったりとかするんだよね。やっぱこういうことがあると何かミス,ミスがあった時でも、まあ親戚だから都合で、やっぱり許されたりとかね、簡単にリストラにはできなくなったりするから、まあそういう面でもね、 こう、えー、政治的な、まあ結婚、当時の結婚ってのは政治的なもんですから。まあそういう、えー、戦だけじゃなくて、うちうちのね、自分の立場の、えー、地盤を固めるっていうことも結構ちゃんとやってたと。うん。まあちょっとあと、ね、これ余談なんだけど、なんかいろんな、今回資料をね、参考文献概要欄に書いておきますけど、いろんな本読んだんですけど、柴田勝恵のその息子、長男と着男と信長の娘が結婚したよっていう話は結構出てきたんだけど、この着男の名前がね、わかんないんだよね。うん、出てこないんだよね。 これ誰なのっていう。柴田、柴田なんとかっていうね、柴田なんとかで名前あるはずじゃないですか。その名前が出てこないから、ちょっとね、わかんなくてですね。うん、そういえば柴田和枝の息子って誰なんだろうってね、思ってね。まあ、他の 田家の、ね、重心で例えばね丹羽長秀だったら丹羽、えー、長重がいたりとかねえー、池田恒興だったら池田照正が息子にいたりとか大体息子の名前とかちゃんと伝わってんだけど柴田勝家って長男の名前ち,ちゃんと伝わってないんですよね養子とかの名前はあるんだけど勝豊とかはいるんだけどさまあこれもし詳しい人いたら是非教えてくださいコメント欄とかに書いて教えていただけると助かりますはいそしてね小田家の中でもう最高もう司令官総司令官としてもうかなりね上の方に、えー、君臨してた勝家なんですけども まあその後ですね、越前のね、支配を任されるようになります。越前ですね、その朝倉義景が支配してた場所で、この越前っていうのはね、すごい当時やっぱね、栄えてたんですよ。もう第二の京って、もう京都と同じぐらい、まあ当時はまあ京都はもう結構廃れてきちゃったから、むしろその京都よりも栄えてるよっていうぐらい栄華をね、極めてたすごくいい国だったんですね、越前っていうのは。まあ海もありますし、貿易をね、その、この日本海側だから、ね、こっち。 民の国とか、ね、朝鮮半島とか、そっちの方と貿易もできるし、だからお金もすごくあって、で、すごくね、いい国、いい国だったって言われてます、江戸前は。そんなところのね、支配を任されるわけですね。はい。またはね、そこも結構いろいろ大変で、一向州ね、その本願寺の、その宗教勢力もね、すごい力強くて、ね、一向一揆だっつってね、えー、信長の言うことなんて聞くかっつって、えー、めちゃめちゃ反抗する、えー、勢力があったりとか、まあ、その浅倉義隆が元々ね、 収めてた場所ですから、そこの元朝倉家の部下の人たちがいや、やっぱり織田のやり方とかね。従いたくないっつって。この一向一揆と結びついて、反対運動を起こしたりとかまあ、なかなか大変だったそうです。はいまあ、でもね。そんな大変な土地だったんだけども、柴田勝家はそこ任されてしっかり。まあ運営してってね。結構ちゃんと支配してたらしいですね。だから本当に戦だけじゃなくて国の支配もね。ちゃんとできるようなまあ、結構優れた人物だったっぽいですね。はい。 そして、ね、越前は、えー、後のね、横ですから、あの、上杉謙信がね、隣にいるわけですよ。だから、上杉謙信とバチバチに争ってました。まあ、一時期はね、上杉謙信と尾田家っていうのは、あの、同盟関係でもあったんだけど、まあ、足利義明がね、信長倒せっていうようなことを言って、上杉謙信が、このね、小田家潰すぞって攻めてくるわけですよ。まあ、これも上杉謙信のね、動画とかに詳しく書いてありますけども、これ手取り川の戦いが起こると。ここで上杉謙信と、 ね、柴田勝家ぶつかるということになるわけです。はい。まあね、それ前でも鬼柴田なんだって言われてね、めちゃめちゃ強かった柴田勝家なんだけど、まあこの時はですね、秀吉ね。 のと、のの豊臣秀吉、橋場秀吉とこう意見の食い違いかなんかで、もう秀吉が、まあもう、勝家さんのやり方やってられませんよ、今帰りますわーつって、戦場から帰っちゃったりとかね、うん、いろいろそういう、まあ部下とのね、なんかいろいろこう、うまくいかなかったりとかして、剣士にね、ボコボコにやられてしまうってことがあったらしいんですけども、まあその手取り川の戦いで敗北はするんだけども、まあその後ね、上瀬剣士が運よく、 ね、急死してしまったんでねまあお酒の飲み過ぎでバタッと倒れちゃったからおらっきいっうことでなんとかその後もも、ね、しっかりその越前から、えー、その越後方面ね上杉謙信の領土もガンガン攻撃して城を落としたりとか結果も残してますはいそれでもうね、えー、あの上杉謙信も,もういなくなったしねこんな豊かな国も支配して織田軍のねもうナンバーワンと言ってもね過言でもないような立ち位置について、まあ、この頃多分ね柴田勝家の前世紀だね最盛期だと思います。 はい、もう最高の状態でした。ここが灰の状態ですね。はい、ただですね、そんなちょうど良かった時に、本能寺の変が起きてしまうと。えー、本能寺の変が起きてしまって、織田信長が撃たれます。そしてね、あの時ね、意見の食い違いで、ね、撤退してたあの、秀吉、ね、柴田勝家からしたらムカついたでしょうね。この秀吉が、バーで中国を大返しして、えー、明智光秀を倒し、信長の仇を撃ってしまうということが起きて、 うわーって感じなんですよね。柴田勝家からしたら、信長軍の織田軍のね、トップですから、柴田勝家こそが、本来ならね、裏り者の明智光を討伐するべきだったんだと思うんですけども、まあ、ちょうどね、その時、えー、この上杉家とね、えー、戦ってましたので、一足遅れてしまうんですよね。うん、遅れてしまって、結局、秀吉に全部かっさらわれると。そして、教室会議が行われると。ね、織田軍の、えー、その信長のね、死んだ後、誰が継ぎますかっていう会議ですね。 まあこれもいろいろろ説あるってもう既に最初から結果は決まってたよっていう話とかもあるんだけどまあ一説ではね、えー、今まで従来言われてた説だと、えー、勝家は「 この織田信孝っていうね信長の三男ですね三男の信孝がまあ実際この人はですね四国方面軍っていって四国をね征服するよっていう信長の軍団の軍団長だったりとかするから結構信長からも信頼されてて、まあ、実績もあったという人なんでいやもう信孝様を後継者にするのが、まあ、筋が通るってもんだろうっていうふうにね勝家は信孝を推してたんだけどもいや秀吉がいやいやいやっつってね三男、えー、じゃなくてやっぱ長男筋が継ぐのがね一番争いがねないもとですから。 でこの他にも、えー、織田信夫とかね次男の人とか他にもいるからそこでねいや俺の方が次男なんだけどっ,つってねけんになっちゃうからもう長男筋でいきましょうっつってね信長の長男の信忠は本能寺の変でね一緒に死んでしまったけどその息子だから信長の孫であるね三法師様がねまだいらっしゃるじゃないですかと三法師様が織田家の跡継ぎでえ我々がそれをね 周りからこうバックアップしていくというようなやり方でいきましょうよといううまいことやって柴田勝家はねぐなぬ,ぬぬってなってしまうんですよね信高、えー、を押してましたからちくしょうってなってねはい。まあでもねそんなこともあったんですけども一応その、えー、この小田家のトップの人ですから こう本能寺の変のあった後のこの領地のね整理で長浜城っていうね秀吉が持ってた城をもらったりとかしてちょっと領土が増えたりとかしてるんですね越前とねプラス長浜城滋賀ですね滋賀県近江をもらったりとかして領土が増えたりはしてるんですけどもまあちょっとねその この信孝をトップに置いて自分がそれを補佐するっていう、えぇ、ー、勝が思い描いてたようにはいかなかったというわけなんですね。そして、ね、そんな中でどん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 、まあその一応ね、三法師っていう信長の孫を織田家の頂点にして自分たち盛り立てていこうっていう話だったんだけど、まあね、やっぱそういうわけにはいかないですよね。もう秀吉がやっぱもう実権握っちゃってるから、秀吉がね、ああしろこうしろみたいなね、あ三法師様が一応トップだけど、今私が仕切りますよと、明智光で倒したの僕ですよってって、ね、何でもやっちゃうからね。 柴田勝家もね、結構、いや、秀吉ちょっと好き放題やりすぎやろっていうことで、ね、あちこちね、毛利とか、長我壁とか、いろんなそういう他のね、家とかにも言って、ちょっと秀吉調子乗りすぎだから一緒に倒そうぜつって、ことね、勝家が言って、静家の戦いが起きてしまうわけなんですね。うん、秀吉も柴田勝家はね、邪魔な存在ですから、織田家を自分のものにするためには、ね、柴田勝家邪魔ですから、倒したい。で、柴田勝家も秀吉のね、好き放題やってるのは許せないということで、静家の戦いが起きてしまうと。 はい、まあ結果はね皆さんのご存知の通り秀吉の勝利ということで、えー、この静岳の戦いで柴田勝家はまあ死んでしまうんですね、うん、ただまあこのね、えー、静岳の戦いで敗れる直前にもう柴田勝家は宴会をやってたらしくて、まあ、その時の宴会の様子とかもね今の書物に残ってるんだけど、まあ、非常にもうみんなねあ楽,しく楽しそうにというかねもう家臣たちみんなでもう一致団結して。 もうね、すごい賑やかな宴会を、いい宴会を開いてたらしいですね。本当に戦に勝ったかのようなね、もうあの戦勝祝いだーみたいな感じのね、すごい雰囲気のいい、ね、もうこれから城がね、秀吉によって落とされるかもしれないっていう時なんだけど、みんなすごい良い雰囲気でね、宴をやってましたよっていうね、話を載ってます。そしてね、えー、この織田信長の妹であるね、お市様と、まあ、最後はね、共に結婚して、えー、再婚したんでしょうね。して、えー、死んでいくんですけども、まあね、最後はこのお市様ってね、 戦国一の美女って言われた人ですから、自分の人生最後をね、共にできたっていうのは、ね、非常になんか、うん、良かったのかなとは思うんですけど、まあ、お市もね、あの、秀吉から、いや別にお市様まで死ぬことないですよって言われたらしいんだけど、なんかもういいです。私はもう柴田勝家とね、旦新しい旦那の勝家と共に、えー、最後をね、もう最後を迎えますっていうことで一緒にね、死んで、で、自分の娘たちは助けてもらってるんですけど、まあそういう最後を迎えたと。まあ、そんなお市と共に最後。 終えたとまあでもこのね、えー、話を、まあ、もっと詳しく話すとねこの静岳の戦いでね前田利家が裏切ったりとか、まあ、いろんなことがあったりとかするんだけどもまあまあ、うん、柴田勝家の人生ざっと語るとこんな感じですね。うん、まあなんか本当になんだろうな、まあ、ゲームとかねそういうのですで柴漫画とかだともう本当にもういやイケイケのねもう本当にもう,戦もう戦国のもう申し子みたいなさ。 戦だけやってますみたいなゴリゴリの武将みたいなイメージがあるかもしれないんだけど意外とこうやっぱね指揮官としてえ領主としてちゃんと結構勝家はね仕事をしてたりとかするんですよね。うん、まあそれをですね今度はその安藤正信さんが演じるってことでまあどんな風にねえ描かれていくのかまあでも麒麟がクるは見ついて主人公だからね本能寺の変の後のこの気を遣い以降はね描かれないかもしれませんけどもまあここまでね どういう風に描かれるのが楽しみですね。はい、キリンが来るね。ちょっと視聴率もね、いろいろみんな心配なね声も出てきてますけど、え前回ね六話でちょっと良くなったらしいので、これからまたもっとね良くなって盛り上がってくれることを、えー、期待してます。それでは皆さんまたお会いしましょう。さらばじゃん。